ここからは一昨と,と行われた小田原市長選で当選し帰り先を果たした加藤健一さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますではまず加藤さんの経歴ですがえ小田原市出身の60歳2008年44歳で市長選に初当選3期12年を務めますが前回2020年に現職の森谷市長に敗れ落選その後は4年間 大学で非常勤講習をしつつ耕作放棄地を開拓する農業などに取り組んできました。はい、ということで今日当選証書の授賞式もありましたが、はい、改めて今のお気持ち、いかがですか。は久しぶりに、まあ、なんか懐かしい古巣に戻ったような感じであ,のあまり緊張するという感じじゃなかったんですよね。とととにかかく、まあ、これからいいいよよままた始まるぞという気持ちと あとそれを迎えてくれた職員たちもあ今日は笑顔が多かったので私としては非常にリラックスして金曜日からの公務開始にちょうど気持ちが整ったという思いです、ね、再び市長として走り出すすわけですね、はい、さあ選挙や公約のことなど気になることを伺う前にままずは小田原市についてご紹介します県西部に位置する小田原市の人口はおよそ18万人。 市には新幹線をはじめとした鉄道六路線が乗り入れ箱根や湯河原など温泉地への玄関口として賑わいを見せていますまた三つの漁港を持つほか酒場川や足柄平野など豊かな自然があることも特徴ですさて今回の選挙を振り返っていきたいと思います現職に対し結果として二万票余りの差をつけました この選挙戦簡単な戦いではなかったと思うんですが、うん、振り返っていかかがですかあの、まあ、皆さんご覧になってお分かりの通おり守谷、えー、さんの、ね、陣営というのは、まあ、自民党の候補ですから、事実上それにさまざまな政党、団体組織が、まあ、軒並みバーッと張り付いて、まあ、外から見れば、まあ、圧倒的な力の差がある構図に見えたと思うんですけどね。 ただ、まあ我々は本当に一人一人の市民の方たちだけの草のでしたので戦力的には圧倒的に差があるような状況だったんですが結果的にはこちらの方が圧倒させてもらったということでこれはある意味われわれも踊れているということがあります。ということは加藤さんの分析よりも差は開いたということですかだと思います。ここれほど票が集ままるととといいいうはは私たちも私たたたちちももの仲間思思っってはいなかったと思いますよね さあ当選直後のインタビューで加藤さんは次のように話しています。こちら VTR ご覧ください。まず何と言っても市民の皆さんの良識が示されたと思います。天網開会ソにしてもらさずお天皇様は見てござったということだと思います。まあ、とても印象的な言葉でなんか怒りも滲んでいるような感じがしましたけれども、はい、これこの言葉にはどんな 意味を込めていたんでしょうか、はいまあ、これ一般的にはまあ悪事を働いた人がえうまくその場をやり寄せたように見,せ見えていてもそれをしっかりとまあお天道様を見ているあの神様は見逃さないよという意味でまあ必ずその報いが来るってそういっぱい使われてますけども、まあ、今回もあの4年間の姿勢の中でまあ市民に対していろんな不誠実な姿勢であるとかあるいはごまかしであるとかそういったことがあってでも市民にはそのことを決して忘れていない。 でえー、世の中もそれをちゃんと見ていた、そのことが表になってあられたということを、まあ、その老子の言葉ばを借りて、私は言わせていただいたということですね前回の選挙を終えて、一度は引退を決められて、はい、市民活動に従事をされていたわけですけれども、はいはい、そこから改めてやはり市長に、私がやるんだという決意を決めたきっかけにもなったわけですね。 そうですねあの。そういったいろんなことがあの市政の状況が市民からもまた市役所の中からもいろんな聞こえてきまして、えー、また世の中のいろんな厳しい情勢も踏まえるともうこれはもうやるしかないなという気持ちで立ち上がったという経緯があります。はい、多くの方の声を受けて背中を押されてということだと思うんですが、はいまあ、今回、先ほどお話ありました自民党など与党の、えー、応援のある対抗、森谷さんに対して、はいえー、これかなり。 自民党への逆風ということも勝因の一つになったのかなと思うんですが、そのあたり分析、いかかがですかそうですすそうすねちょうど衆議院の参補選があって、あそこでまあ国政の方でのいわゆる裏金問題にまつわるような国政の腐敗ですとか停滞に対する国民の怒りが、これはもう、我々にとってはものすごいまあ追い風と吹いてということは間違いないと思うんですね。ただ、それがあったとしても、小田原のいろんな問題があったことも、これも事実ですので、それが相まって今回の結果になったというふうに思います。 これ改めて先ほどの評判もそうですけれども、はい、誰のための政治なのかというところが非常に注目されるわけですね。はい、まあ、す全くそうですね。さあではここからは政策についても伺っていきます。はい、加藤さんは市長を退任されてから農業を中心に小田原の自然の中で活動をされてきました。はい。私も以前加藤さんを取材させていただいたときに、えー、田植えをしている様子。 非常に印象的だったんですけれども、まあ、政策的な部分でもこの小田原の自然環境というものを重視されていますよね、はい、もうここはあの政策の一番最初に出てくる項目になっていますよね。やはりあの小田原の一番大きな魅力でありなおかつ私たちのこれからのことを考えると命を健やかに支えていく一番大事な装置がこの自然環境ですのでこれをしっかり守っていく。 あの小田原の人ってともすれば当たり前にありすぎてあまりありがたみを感じてないぐらいなんですけどもこの農業、また林業も水産業もありますしそういった自然環境こそ生りにもつながりますし食料もエネルギーも、まあ、そこから持給ができますので、ね、これがベースになります。あと子どもたちが育っていく生育環境という意味でもこの自然環境の豊かさというのは本当に地域の財産だと思ってますのでこれはベースとしてしっかり整えるということは基本ですね。はい、そして 小中学校給食の段階的な無償化や紙おむつの無料化など子育ての政策も重要視されていますねはいあのま、地域の未来というのは結局そこで育っていく子どもたちが心身ともに健やかに育っていくということと、ま、それを支えているご家庭での子育てを応援するということがもう一番大事なことになりますので、まあ、家計を支えていくという意味もありますのでこの無償化の関係についてはねただ給食についてはあの無償化もそうなんですけれどもこの中身ですね。あの 見ておいしそう、食べておいしい、体も満足するで、これも元気になっていくということを作っていく、こういう質的な意味での,このいい給食を作るということも、まあ、料金以上に大事なことだと私は考えていますそして一風変わった政策として、はい、鬼柳桑原地区の水田をメダカの保護区にするというものがあります。メダカ、これどんんな意図があるんでしょうか あの一般的にメダカというと皆さんどこにでもいるもんだと思うかもしれませんけれども小田原のメダカはあの県内で唯一ここにしかいない絶滅危惧種の固有種のメダカなんですね。あそこの桑原オニヤギの田んぼの水路にあそこは有水が非常に湧いてるんですけどもそこの環境でメダカがずっと生きてきたあそこにしかいないメダカなんですよ。 であの有名な話であの兵庫県の豊岡市が甲の鳥をの生息できる野山を作ってそれで地域の環境を再生してそれが経済につながったとっいう話があるんですけれどもあのそういったようにあそこしかいないメダカを守ることによって自然も守れますけれどもそれがやがては教育や経済にもつながっていくそういう大きな取り組みになっていけばいいなという構想を持っていますメダカからいろいろとつながっていくわけですね。はいはい、さああっっとといいう間間にお時間となってしまいます、はいえー 最後にこれからの4年間についての抱負をぜひお聞かせください、はいまあ、今回の市長選挙で一番訴えてなおかつ一番響いたのは誠実でまっとうな姿勢を作るということなんですね。あの細かなあの話題になっている政策はいくつかありますけれどもそういうこともさることながらやはり、市政全体として市民の皆さんの信頼をどういうふうに構築するかというところがまあ一番大事な勝負になると思っています。 もう1つだけ、かなり大きな期待を受けてのスタートとなるわけですが、はいはい、まず取り組んでいくこと、やること、この辺、いかがですかいろんな課題を片付けていくには、何といっても、それを一緒に動いていく市役所の職員の体制を整えなければなりません、ですから適正な人事を直ちに実行して、また職員たちの気持ちをもう一回鼓こ舞こして、この状況に立ち向かっていくという体制をまずは整えて、そこから始めていきます。はい ここまで小田原市長選で4度目の当選を果たしました加藤健一さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました